本当は電卓とかね、叩くのしんどいんですよ。自分の頭と問題集で バトルしてみる。なのでこういう行動を起こすことによって、おのずとね、そういう思考も変わってますから。はい、皆さんこんにちは。公認会計士の小山です。本日も受験動画を撮っていきたいなと思います。で、今日のテーマなんですけども、ストイック学習法というテーマで動画を収録していきたいと思います。というのもですね、僕もよく Vlog とか、まあ今仕事してね、社会に出てますけど、よくストイックですねと言われることが多いです。で、自分では全然そんなこと思ってもないんですよ。で、何がストイックですかと本音で思ってはいるんですけど、確かに今日ね、講義動画作るにあたって、受験時代にそのストイックさっていうのはまあ結構培われたんだなと。っていう感じで今はもうその当たり前のように呼吸をするようにやっちゃってるので、確かにその対策をしてない人からしたらちょっとギャップを感じるのかなと思って、今日はねストイックにまあ学習をしてですね、まあ自分のボルテージを上げていって、まあ実際試験も合格して、まあ世の中に出るみたいな、まあそのためのねストイック学習法っていうのを今日は6選にして持ってきました。はい、まず一つ目ですね、これそもそも学習態度の問題ですね。学習態度何かっていうと、能動的に勉強するのか受動的に勉強するのかっていうところで、受け身学習からのまず脱却が必要ということで1つ目に持ってきました。で、次2つ目、よく、まあ、時間がない、お金がない、〇〇がないっていうのは、これ受験だったり、まあ、ビジネスする時もあるあるなんですけども、まあ、特に勉強っていうのは時間との戦いですよね。この試験に向けてね、まあ、どんどん、まあ、学習量が増えていく中で、まあ、どういう風にやっていくのかっていうところに、時間がない時の対処法みたいなお話を2つ目に持ってきました。で、3つ目、まあ、本試験に向けてね、これはぜひ使ってほしいのが、まあ、自分がこれまで払ってきた代償ですね、まあ、犠牲の大きさを定点観測してもらって、まあ、自分のボルテージを上げてほしいなっていうのが3つ目。で、4つ目、これはビジネスやるのでも勉強するのでも何事においても重要だと思うんですけど、 Y の部分ですね。 Y、 なぜ勉強してるんだと、まあ、それを分かってもらったら、まあ、ストイックもクソもないと思うんですよね。自分がやりたいから、まあ、当然選んでね、高い学費を払って、まあ、恋人だったり友達ともね、ある程度距離を置いて勉強してるでしょうから、まあ、そのなぜね自分が勉強してるんだっていうところをね、もう一回考えてほしいということで4つ目。で、5つ目、受験仲間を持つですね。一転してね、甘やかしてきたぞと、友達いいのかというところで、まあ、受験仲間の定義ですよねっていうのを、まあ、5つ目に話したいなと思います。まあ、ストイックに勉強するときに、まあ、受験仲間がどういう風に関わってくるのかっていうお話を5つ目にします。で、最後6つ目、もうこれ最後に持ってきましたんで、まあ、僕が好きな言葉なんですけども、まあ、最後は気持ちってことですね。まあ、結局テクニックもなくて外見でもなくて、なんか元から与えられた素養能力でもなくて、もう最後は気持ちなんですよというお話を持ってきました。はい、こんなラインナップでね、詳細解説したいなと思います。では早速いきましょう。1つ目、これ受け身学習からの脱却、まあ、そもそもこれ受講態度、まあ、学習態度の問題ですね。まあ、これ4つ目にも絡むんですけど、まあ、そもそもなんで勉強してるんだと、当然自分が選んだ道ですよね。なんかね、後ろでねピストル突きつけられてですね、勉強しろって言われてるわけじゃないと思うんですよ。むしろ贅沢品ですよね、勉強っていうのは。まあ、自分で高いお金払って、1円も生まないですよ、その勉強時間自体は。というところで、まあ、勉強させてもらえてるっていう環境の中で、受け身だとやりたくてやってるわけじゃないんで、受け身ってことは要は与えられてやってることになりますから、まあ、いつしかそれがね習慣化してしまってモチベーションが維持できない、すなわち、まあ、受け身でやってるうちにその与えられる、すなわちそれが重たいってなってしまって勉強を放り投げてしまうことになりかねませんから、まあ、そういった意味ではこの受け身学習からの脱却っていうのはまず一つ目で大事かなと思います。で、まず受け身の対義語、これはもう能動的になるってことですね。もう自分から取りに行くってことです。これはね、いつも思考行動習慣結果って言ってますよね。まず思考を変えてもらって行動をして、で行動が習慣になって、おのずとねそういった習慣を取れる方なんで結果が紐づいてくるというようなお話をよくするんですけど、特にこの受け身的な学習スタイルからですね、能動的な学習スタイル、自分を変えていくって時にはですね、まずこれ行動から入ってください。頭で分かっててもできないんだよ、これ世の常だと思いますから、まずこれは行動から入ってください。じゃあどういう風なアクションを起こせばこれ能動型の、自分になれるかってところで、まずはですね、これ普段は言ってこなかったんですけど、まず予習ですね。予習で、予習ちょこっとでいいです。で、まず授業を受けるときに、今日ね、習うところっていうのは学習進度表に載ってますから、で、まずペラペラペラとめくってください。で、めくって実際本番ね、授業入れば、全然脳の入っていき方が全然違います。自分ではめくったときに、もうこれはもう呪文のようだと。なんだけど先生はね、できたらですけど面白おかしく印象に残るように話してくれるでしょうから、っていうところで、あ、こういうふうに勉強するんだと、こういうふうに理解するんだと、その学ぶ喜びですよね、っていうのをぜひ感じられる。なのでちょっとでいいんで、まず予習してみてください。これ実は家を出る前から大事でして、で、教室には5分前に着くとかですね、もっと言うと当然ね、ずっと予備校に朝からいるのであれば、授業が始まる前にはですね、言った通りテキストをペラペラペラとめくってみるとっていう感じで、できるだけ取りに行くってことですね。動いてみるっていうのがめちゃめちゃ重要で、ここからが超重要。受動的じゃなくて能動的になるためには、もう圧倒的に復習と、これアウトプットの練習です。この2つがもう超重要です。復習をするってことは自分で重い腰を上げてやってますよ。で、アウトプットって言ったら、例えば当練だったりトレーニングですよ。
本当は電卓とかね叩くのしんどいんですよ。授業習ったテキストを読み返して、ああこういうこと言ってたな、言ってる方が楽なんですよ。じゃなくて一回テキストを置いて自分の頭と問題集でバトルしてみる。でそれは当然脳みそ汗かきますよ。でそのしんどいアウトプットを繰り返してやっていくうちに、その自分からやるっていう習慣がつくんですね。なのでこういう行動を起こすことによって、おのずとねそういう思考も変わってますから、で習慣化していって、そういい結果を得られるような自分に変わっていく。なので行動からこういうふうに入ってください。なのでまず復習ですね。復習はもうまず当日受けたんだったら当日必ずやる、もしくは翌日です。この当日か翌日、これ必ずやる。何かっていうと、これエビングハウスの忘却曲線ですね。これ過去動画がっつり撮ってますから、これぜひ参考にしてください。もう人間は覚える生き物じゃなくて忘れる生き物なんです。じゃあその忘れないためにはっていうことで、適宜釘を刺していく。この釘っていうのが、復習なんですよと。もうこれは熱く語った動画がありますから、これはもう何やりもめちゃめちゃ重要なので、ぜひ押さえてください。復習はもう絶対やる、で翌日やる、で1週間やる、1ヶ月やる、この3回やるだけで長期記憶に変わっていきますからね。これ重い腰なんですよ。僕もしんどかったですよ、復習ね。もう習って分かった気になってますから。でそれが甘いところなんですよね。まあ、どんどん、まあ、日を追うごとに忘れていきますから、まあ、ぜひねエビングハウスの忘却曲線参考にしてですね、まあ、ぜひこの復習しっかりやる。で次アウトプットの話、これがないと当然本試験受かりません。本試験ね、調べてもらったら分かる通り、論文式試験で担当式試験、どっちもアウトプットなんですよね。で担当式試験は、まあ、100ポイントでマーク式ですよ。まあ自分のね脳みそになくてもですね、まあ、選べばもしかしたら当たるかもしれない。ただ論文式はですね、白紙に1文字1文字自分の文字を埋めていく、もしくは計算結果を反映させていく、こういった試験ですので、このアウトプットの訓練を、まあ、踏まない人はですね確実に落ちます。なのでアウトプット、これしんどいんですよ。習いたてでね、解けるかなと、まあ、もうちょっとねインプット入れてから勉強しよう思うのは分かるんですよ。じゃなくて一回まずはアウトプット解いてみる。トレーニングだったり問題集だったり当練ですね、間に合ってなくてもいいんですよ、復習なんか。とにかく受ける。でそこでズタボロにされて、それをねもう根に持っとくんですよ。もう何クソと、絶対やり直しやと。でそこまた復習して、でアウトプットもう一回繰り返して、でもう一回間違えてですね、まあ、メンタルやられて、でももう一回復習して、もう一回受けに行く。でそれが結果本番ではできてたらいいだけなので、まあ、しっかりねその重い腰を上げてもらって、ぜひねアウトプットから逃げないと。はい、これが受け身ではなくて能動的な勉強ですね。自分から取りに行くんだと、点数を取りに行くんだと、合格を取りに行くんだと、まあ、こんな感じで勉強ね、まず思考と行動ですね、で習慣に変えていってくださいというのが1つ目。これめちゃめちゃ重要。はい、で次2つ目、時間の喪失ですね。僕の場合はそもそもお金がなかったんですけどね、まあ、お金がない時の対処法はこれまたバイト編で撮ってますから、まあどういうふうにね、その学習突っ込むためのですね貯金だったり奨学金をゲットしていくのかみたいなお話は譲ります。はい、今日は時間ですね。これは万人に共通してます。もう時間っていうのは有限です。1日24時間、年間で365日これ決まってます。でこれがないのはもうむしろですね、もう当たり前なんですよ。もうないものありきでむしろスタートしてると思ってください。むしろ時間があるんだったら他のことしてるんじゃないですか。皆さん時間がなくて時間単価も低いから、まあ、少しでもね単価を上げようとかキャリアアップのために勉強してるものだと思いますから、なくて当たり前なんですよ。なので、まあ、そういった意味ではそもそも作るものなんだと、そういった意味で喪失って書きました。はい、で僕がよく考えることがあって、まあ、丸々がない時の対処法で、これ3つあります。でまず1つが作るです。で2つ目が代替する。で3つ目がこれ意外なんですけど借りる。この3つを、まあ、今回の時間に当てはめてみましょう。じゃあ1つ目ですね、作るもの、まあ、何かっていうと、まあ、これも代替するにも絡むんですけど、今までね例えば1時間ゲームしてるとしてるんだったら、当然ねその1時間のゲームを今回こっち振ればいいですよね。となれば勉強1時間増えますよ。で今までねお風呂30分入ってるんだったら、まあ週の3日ぐらいはシャワーだけにして15分読むと、そうすれば週の3日15分 ×3 で45分も時間作れますよね。というところで作る代替する、これをぜひ考えてみてください。あとは往復の電車とか通勤通学あるでしょう。あとチャリコでもいいですよ、自転車でもいいですよ、まあ、その時に耳がくしてみるとかですね、要は作ったり代替しようと考えればですね、いろいろ隙間ですねあるはずなんで、ぜひねないない言うのは簡単なんですけど、じゃあ今の置かれた環境下で1分でも多く勉強するためにはどうしたらいいのと、まあながら学習とか今耳学とかいろいろありますよ。まあこんな豊かな時代に生まれてる、これはある意味皆さんはストロングポイントですので、まあ我々の時代とはね、まあ、少し先を行ってるでしょうから、まあ、そういったのをねふんだんに使ってもらって、ぜひ勉強してください。で次借りる。借りるもこれ意外に盲点だと思うんですけど、じゃあ今までね例えばね実家暮らしで自分の部屋をね掃除してたとしましょう。まあそれはじゃあ今回は例えばですね、もう1年間コミットして勉強するから、お母さんごめんと、僕の部屋ねもう大学生になっても恥ずかしいんだけど掃除してくれと、申し訳ないと、ただ1年後ね受かったらもう恩返しすると、もう家政婦つけてやるよとお母さんにと。でもそんな感じでね、まずお母さんとか、まあそのね家政婦さんでもいいですよね、だったらそういった方の時間を借りてしまって、で一時的には借りてしまって、自分はねその時間空きますから、掃除ね1時間してるんだったらその時間を勉強に当てるとかですね、例えばご飯とか炊事洗濯ね自分でやってるんだったら、もう今回だけはごめんと、もう 1年間だけね勉強させてくれと、で受かったらね当然もう何倍にも返しますという感じの、そういったね思いがあれば、僕は
全然 OK だと思いますから、一時的にはね、人の時間を借りてみたりですね、まあ、時にはお金を借りることもあるでしょう、銀行とかにね。まあ、そんな感じで借りるっていうのもぜひね、これは一つヒントとして置いといてください。なのでないない言うのは簡単なんですけど、まあ、作ってみましたかと、代替する努力してみましたかと、無駄なことに時間使ってませんかと。で最後3つ目ね、借りる、まあその身内とかね、その無理を言える、関係であるのであればですね、まあその短期集中だからですよ、この一生借りるっていうのはもうこれ絶対無理ですから、っていう意味で今頑張れば後々ね何倍にも返せるんだってところね、しっかりあれば借りるっていう方法もね、案のうちの一つに入れてほしいなと思います。はい、3つ目、払った犠牲の大きさを知ると。その犠牲の大きさを知るために僕はどんどんチャレンジしてほしいし、どん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 学習計画を進めてですね、より上次元まで行ってほしい。まあ、そうなれば、過去振り返った時に膨大な犠牲があるはずです。そうなればなるほどよりね、もう失いないと、もう絶対結果出しやとなると思いますから、これはだから現在進行形でもありますし、まあ、そういった視点でぜひ考えてほしいことになります。まあ僕で言うとですね、まあ、大学2年生の時に、小児科試験突っ込みましたから、もう当時で言うと新卒のカードは捨てるような学習のカリキュラムだったんですね。2年コース申し込んだので、大学2年の時に2年コースってことは、すなわちもう大学4年生の時に合格発表ですと。ってことは一般事業会社の就職試験は当然受けられませんと、面接も受けられませんと。っていうことで、まあ、新卒のカードね、わざわざ同志社大学まで行って捨てたりとかですね、まあ、もうそもそも青春ですよね。まあ、大学2年生っていうとまだまだサークル活動とか、まあ、飲み会イベント、いろいろ活発な時期ですよ。バイトとかね、恋愛とか、まあ、そういうのも全部捨てて突っ込んでるんだと。まずその犠牲ですね、まあ、決断の立つと言いましょうか、まあ、自分がねそれ以外の楽しみとか、いろいろやりたいことがあるんだろうけど、今一点集中でこれを得ようと思って僕は会計試験突っ込んだ。でそんな中ね、勉強を始めるとですね、当然申し込むときに、まあ、当時でいうと 7,80 万ですかね、お金を払うわけですよ、っていう、まあ、金銭的な犠牲ですよね。当然、まあ、学ばせてもらう対価ですからっていうのを払ったり、あとは勉強していくと当然1年2年勉強するわけですよ。っていうとそういったね日々の勉強時間というのも、まあ、そこでね、まあ、犠牲とは言いませんけど投資してるわけです。でやればですね、まあ、本試験前にはこんだけお金も使った、時間も使った、まあ、時にはですね人間関係疎遠になった人もいっぱいいると、友達もね、で彼女とも別れたという中で、俺はこんだけやったんだと、もう俺のその犠牲の大きさを知ってんのかと。でそれをしっかりね本試験にぶつけるという感じで、仮に不合格だったとしても、こんだけやってきたんだからもう1年頑張ってみよう、こんな感じでぜひね、払った犠牲が大きければ大きいほどですね、まあ、自分が背負えるもあると思いますから、まあ、こんな感じでこれまさしくストイックですね。どん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 自分を追い込んでいく、それは別に悲壮感漂うわけじゃないですよ。結局は自分のためにやってるはずですんで、そういった意味で自分を追い込んでいく。でもそれは別に誰に迷惑かけてるわけでもない、自分が良くなれば社会に返せますからね、っていう意味でやってるっていうところで、どんどんボルテージを上げていくというのがこの3つ目。で4つ目、なぜ勉強してるのか、 Y の部分ですね。今も言ったんですけど、究極は、まあ、いくら綺麗事並べたとしても自分のためなんですよ。だって資格合格証書を届くのって自分じゃないですか、バッジがつけられるのって自分だけじゃないですか。頑張ったからって言って彼女につけてあげられるわけじゃないですよね、家族にあげられるわけじゃないですよね。結局は自分のためっていうのはいいと思うんですよ。で人によってですね、例えば自己実現、今まで何も成し遂げたことないと、ここでね一発逆転したいと、あとはキャリアのため、給料上げてみたい、あとは社会貢献したい、公認会計士として監査がしたい、いろんな Y があるはずなんですけども、究極はね自分のところ行き着くと思うんですけども、そんな感じでなぜ勉強してるのかっていうのは、やっぱストイックに勉強打ち込んでモチベーション上げていくためには、まあ、これは定点観測していいんじゃないかなと思うようなポイントになります。なので、まあ、僕の場合はですね、正月休みとか、あとは盆休みとかですね、予備校が閉まる時にカフェとかで勉強したり、あとは友達の学習塾で一般の受験生が普段使っているような机で勉強させてもらったり、一旦その予備校の勉強っていうところから距離を置いたところで、僕はぼーっと考えたりしてですね、ここまで来たなとかですね、あともうちょっとで試験だなとか、まあ、勉強終わったらですね、こういったことしたいなとか、まあ、そういうふうになんで勉強してるのかっていうのを俯瞰して考えられるようにすると。そうするとまた翌日、ストイックにまた勉強、また気持ちを切り替えて、より熱量を持って勉強できるような経験もありますから、まあ、そんな感じでなぜ勉強してるのか、まあ、それぞれね、定点観測できるような時点ですね、っていうのもぜひ設けてほしいですし、まあ、こういった視点も持っておくと、ストイックに打ち込めるんじゃないかなと思います。で5つ目、一方でこれ受験仲間を持つと言ったんですけども、これズバリですね、もうこれは良きライバルってことです。良きライバル、同じ目標ですね、まあ、これ小児科試験でしょうっていうのを、まあ、同じように目指してですね、で同じレベル、もしくはね、どっちがいい悪いじゃないですけど、もう切磋琢磨です。もう俺のがすごいと、もしくは相手のがすごいと思えるような良きライバルですね、っていうのと、まあ、切磋琢磨できるような仲間を持つとですね、どんどんもう当然良きの定義は相手も勉強してるってことですね。で当然成績もね、誤解をそれず言うとそれなりね、成績もいい友達が良きライバルだと思うんですけども、まあ、そういう風に切磋琢磨できると、やっぱりその
お互いボルテージ上げながら、切磋琢磨してストイックに勉強を打ち込める、モチベーションも保ちながらできるんじゃないかなと思います。まあ、これはもう言わなくていいと思うんですけど、そのいわゆる傷の舐め合いですね。今日も勉強できなかった、私もとか、またツイッターしちゃった私もみたいな、もうこんなの論外。もうこれ皆さんね、頭がいいからもう分かってもらってると思うんですけど、もう良きライバル、切磋琢磨する、あいつがやってるんだから俺も頑張ろう、で俺が頑張ってるから相手も頑張ろうと思ってもらえるような、こんな関係値が築けるような仲間がいればいいんじゃないかなと。で、まあこれに関してはもうマストではないと思います。なんでかっていうと、これを言っちゃうと友達いないって方はがっくりしちゃうと思いますんで、なので今の時代はですね、それこそいいものは使っていただいて、まあ、例えばツイッターで成績優秀者の方ってね、まあ、ツイートしてますから、まあ、そういうのもね、メンタルがやられない程度にフォローしてみて、仮想のねライバルと置いてみたりですね、まあ、いろんな受験仲間の定義ってあると思いますから、本当に友達 LINE 交換して LINE が通ずる仲じゃなくてもいいんですよ。なのでツイッターとかですね、まあ、時でも先生でもいいと思うんですよ。先生にね、毎回成績報告して、あの知った激励してもらうとか、とにかくそのモチベーション維持のために、まあ、いい関係性のあるですね、前向いてやれるような人間関係が持てる人物でもいいし、ツイッターとかね、あのそういった SNS でもいいんですけど、を持っておくっていうのは一つポイントじゃないかなと思います。で、6つ目、もうこれは最後は気持ちですね。まあさっき言った通り、払った犠牲の大きさを知る、まあ、知ってるのかと思って、もうそのもう半分ブチ切れてるわけじゃないですけど、もうだから俺はもう絶対受からなきゃいけないんだという感じで、もう最後は気持ち、もう常に今年です。まあ、たとえね、結果論落ちたとしても、常に今年受かるんだという、まあ、熱い気持ちで、まあ、頑張ってほしいし、まあ、それがね、気持ちっていうのは、もう一つ僕は大事なポイントがあると思っててですね、もうそれは最後はですね、結局、なぜ勉強してるのか、究極が自分のためですよ。で、最後は気持ちって言っても、自分が受かりたい、あるんでしょうけど、やればやるほど、これあると思うんですけど、やっぱり周りへの感謝っていうのも生まれてくると思います。ここまでね、あの、受験、の本番ですね、まあ、立たせてもらった家族だったり恋人とか、あと友達ね、先ほど言った良きライバル、あと学習の専門学校とか予備校への感謝だったり、チューターさんへの感謝だったり、個人的にね、先生によくしてもらってるんだったら先生への感謝だったり、このね、安全安心に勉強させてもらえる日本というところに感謝する気持ちもあるかもしれませんけど、そういった背負えるものが大ければ大きいほど、まあ、最後まで諦めずに、まあ、最後の1分までですね、あの試験あの頑張ってもらえると思いますから、まあ、やっぱ最後は気持ち折らないために、言った通りこの1から6番目までのしっかりやると、やっぱりそこって確固たる自分の中で核って生まれると思いますから、もうその自分の気持ち、最後は周りも感謝できるぐらいですね、あの動的に勉強してですね、まあ、時間も作って、でたくさん犠牲を払って、で、なぜ勉強してるのか、自分の中で Y が、まあ、より明確になって、で友達ですかね、まあ、仲間っていうのを作って、最後勉強すればですね、まあ、そういった境地にもいけるんじゃないかなと思って、最後は気持ちっていうところで締めくくらせてもらいました。ストイックに勉強すればストイックになるってわけではなくて、まあ、こういうふうにやってるうちに、それは周りから見たら確かにストイックかもしれないというところでまとめさせてもらいました。なので自分はですね、まあ、当時思い返ってもですね、確かに金銭的とか勉強はしんどいとかありましたけど、光に向かって勉強してる部分はありましたし、まあ、皆さんもそうだと思います。なので、あのストイックイコール、まあ、ネガティブとか、まあ、一部ね、あの頭のいい人たちからはちょっとバカにされがちですけど、まあ、個人的にはそれがね、結果的に自分のためで、それがさらに世の中のためになるんであればですね、もうこれは何にも悪いことじゃないし、バカにされるようなことじゃないと思いますから、まあ、ぜひぜひね、そんな周りの、まあ、雑音には惑わされずですね、ぜひストイックに、まあ熱く、まあただですね、脳みそはね、クールに本試験とかね含めて解いてほしいなと思うんですけど、まあ、そんな感じで頑張ってください。はい、まあ、今日はですね、ストイックに勉強に打ち込んでですね、まあ、モチベーション、まあ、維持しながら合格する方法みたいな、まあ、テーマでお話してきました。ぜひね、勉強ですね、頑張って合格してください。ではね、本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。以上になります。